宇治山田駅。宇治山田駅は、三重県伊勢市岩淵2丁目にある、近畿日本鉄道、近鉄の駅である。駅番号は、M74。1931年の三宮急行電鉄線、後の近鉄大阪線、山田線全通に際し、新都宇治山田市。1955年に、伊勢市と会場の新たな玄関口となる、伊勢神宮もよりのターミナル駅として、 1930年に開かれた五千宮宝宿神戸博覧会の会場跡地に開設された。駅名は開業当時の氏名である宇治山田にちなむ。当時から長距離列車の始終着駅として賑わい、また貴品室があり、天皇や内閣総理大臣の伊勢神宮参拝の際の上皇駅となっている。駅長が置かれ、 山田線串田駅、鳥羽線、伊須川駅間の各駅を管理している。山田線と鳥羽線の2路線の接続点、直通運転を主体としており、大阪、京都、名古屋方面と伊須川、賢島方面の間で、特急、快速急行、急行が通り抜ける。普通列車も、基本的に、山田線伊勢中川駅、鳥羽線島線、賢島駅間の運転となっている。 三宮急行電鉄、三宮によって、現在の近鉄大阪線、山田線にあたる大阪から、伊勢神宮への参拝ルートが開かれたとき、当初はこの駅の工事の遅れから、隣の鉄道省、山田駅、今の伊勢市駅を、暫定、ターミルとした。同社の桜井、山田が開業から三ヶ月経ってようやく、宇治山田のターミナル駅が完成し、全通に至った。開業から5日後には、 この駅で3級線の全通披露会と3級の親会社で直通運転を行った大阪電気起動、大気の創立20周年祝賀会が催されている。当時としては壮大であった高架ターミナル駅、詳細は駅構造を、参照は伊勢のみならず、大阪人の先望も集め、伊勢では電車も高間原に着くと洒れて呼ばれた。当時、 大阪上本町宇治山田間の所要時間は2時間半、運賃は2円39銭であった。開業時より半朽化型ホームで3.4番線は将来の延伸を考慮したものになっていた。この時点では賭場線の建設計画はなかったものの、広大神宮、内宮までの延伸を計画していた。しかしこれはあまりにも恐れ多いという理由で着工に至らず、 結局ここから先へ線路が延伸されたのは、開業から38年後の賭場線開業時であった。駅舎は開業当時からの鉄骨鉄筋コンクリート3階建て、東屋を含めると5階建てで、同じ1931年に開業した、東武鉄道浅草駅や1932年春工の南海電気鉄道南ン駅、南海ビルディングをも手掛けくの節の設計による近代建築である。 思考は大林仕組みで建築面積は3201メートルある。幅128メートルの堂々たる駅舎外部壁面はクリーム色のテラコッタタイルで全面装飾され、入り口上部には八角形の窓が並ぶ。屋根は茶色のスペイン瓦を使用している。コンコースの高い天井ともどもデザインに優れた昭和初期の名建築と、 評価されており、駅舎本屋は2001年に国の登録有形文化財に登録された。第1階中部の駅百選選定駅。駅レイアウトは片面短式ホーム1面と串型ホームによる3面4線の高架駅で3階に、ホーム2階に改札口がある。2階には貴品室も設けられており、皇族や内閣総理大臣などが利用する。高架駅ながら、 入り口は1階の西側しかなく、ホームから直に駅の東側に抜けることはできない。これは1961年、昭和36年1月まで当駅の東側に、三重交通信都線の岩淵車庫があり、車両の点検、改造が行われていたためである。駅舎の総合差に対しホームは至って、普通である。ホームは1.2番線は、飛ば方が行き止まりになっており、 当駅での折り返し列車が使用する。ホーム有効長は6両編成まで対応するが、1番線は伊勢中川よりにホーム柵を設置しているため、4両編成以下の列車のみが使用する。3.4番線のみが、戸場、賢島方面に通じており、戸場、賢島方面行きは3番線を使用する。なお、三番線からも伊勢中川方面への折り返しは可能であり、 当駅で折り返す、優等列車や団体貸切列車、臨列車、明城車越えの回送列車が7両から10両編成になった場合、有効町10両の当駅3番線か、伊須津川駅まで回送されて折り返す。2.3番線ホーム中ほどと4番線ホーム伊勢、中川よりに待合室がある。4番線ホームには売店。 ファミリーマート近鉄寺山田駅4番ホーム店があり、ファミリーマートは1階のショッピングセンター、タイム、エスプレース、宇治山田にも出店している、ファミリーマート近鉄寺山田駅改札外店。当駅の配線は、伊勢中川方面から1.2番線へ、ほぼまっすぐ入線する形になっている一方、3.4番線は右へカーブしている。これはもともと行き止まり式だったが、後から、 蕎麦線を山田線から直通できるようにしてつなげたためである。信号機場では3番線が下り本線である。1番線横に地上とスロープでつながり、転車台が設置されている場所がある。蕎麦線開業以前に賢島方面へ向かう際の乗り換えの便宜を図るために設置され、スロープを登ってきたバスは転車台で方向転換していた。 とばこうや賢島こ行の特急バスが乗り入れ、当駅到着の特急列車と接続していた。1961年、昭和36年に共用を開始し、一時中断を挟みながらもとば線開業後も、定期観光バスが乗り入れ観光客の便利を図っていたが、1994年、平成6年を最後に使用していない。2016年、 平成28年6月11日放送のブラタモリでタモリらがここにバスで乗り入れた近鉄特急市も参照のこと。建物南端の東屋はもともと日の宮蔵を兼ねており、1936年、昭和11年から1968年、昭和43年まで駅構内に伊勢市の消防本部、設置当初は消防組常備部を置いていた。 通信手段が未発達だった当時、市街を見渡せる東屋は、火事の発生を発見するのに適し、東番員は1時間交代で警戒に当たっていた。1階には、消防車の車庫も残っている。なお東屋は、非公開である。タイム、エスプレース、宇治山田、タイムスプレース、宇治山田は、第62回神宮式年戦宮、2013年に合わせて2012年に開業した。 駅構内のショッピングモール、近鉄伊勢ストアをリニューアルする形で開業した。2013年8月13日から、電子マネー、ID、ピタパか交通系、IC カード払いに対応した。赤服や、三木元などの土産物店や飲食店が11店、出店する。テナントのファミリーマート近鉄宇治、山田駅改札外店では、通常の商品に加え、 土産物も取り扱う。このほか、5万系島風や2万3000系、伊勢島ライナー、5200系などを走らせる、鉄道ジオラマゲームと105銀行の、現金自動預け払い機、ATM が置かれている。タイム、エスプレース、宇治山田のほか、駅1階には、伊勢市の宇治山田駅観光案内所、日本電タカー、伊勢島、近鉄宇治山田営業所、 近畿日本ツーリスュ中部、宇治山田駅営業所などがある。朝夕は地域住民の利用が多い一方、通年で観光客に利用されている。利用者に占める観光客の割合はおよそ3割である。三重県統計所によると、1日の平均乗車人員は以下の通りである。宇治山田駅の利用状況の変遷を可表に示す。高度成長期に、 駅前周辺を再開発する計画があったが、駅前のメイリン商店街の反対にあい、再開発は実現することができなかった。バブル期に再び計画が持ち上がり、1991年に近鉄をキーテナントとして、伊勢市観光文化会館の建て替えと一体化した再開発計画が決定した。しかし、バブル崩壊で近鉄は手を引き、 2001年に計画は中止された。1番乗り場30交通2番乗り場30交通、伊勢市、コミュニティバス、おかげバス3番乗り場30交通4番乗り場、30交通5番乗り場6番乗り場7番乗り場、送迎バス青木バス。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。